歌川広重、名所江戸百景より、アスカ北の眺望。アスカ山は、江戸切手の花見スポットの一つであった。アスカ山公園は、東京都北区にある区立公園。東京都内の桜の名所の一つ。江戸教法規に、行楽地として整備され、明治6年3月には、日本最初の公園の一つに指定された。園内に残る渋沢栄一の宮廷の遺構は、 国の重要文化財に指定されている。都内有数の桜の名所として知られる徳川吉宗が、教法の改革の一環として、整備、造成を行った公園として知られる。吉宗の知世の当時、江戸近辺の桜の名所は、寒栄時程度しかなく、花見の時期は、風紀が乱れた。このため、庶民が安心して、花見ができる場所を求めたという。解放時には、 吉宗自ら、飛鳥山に園石を設け、名所としてアピールを行った。1720年から翌年にかけて1270本の桜が植えられ、現在も染メ吉野を中心に約650本の桜が植えられている。飛鳥山公園の名の通り一帯は小高い丘になっているが、飛鳥山という名前は国土地理院の地形図には記載されておらず、 その標高も正確には測量されていなかった。北区では東京都で一番低いとされる港区のあたご山よりも低い山ではないかとして2006年に測量を行い実際にあたご山よりも低い25.4メートルであることを確認したとしている。北区は国土地理院に対し飛鳥山を地形図に記載するよう要望したが採択されなかった。 また、鉄道昇下欧州、岩木き県の第2番にて、森は、花見市、飛鳥山と歌われている。公園の地下を、東京メトロ南北線及び、首都高速中央環状線が通過している。飛鳥山古墳群に関するカテゴリー。ありがとうございます。